ット。ガンダムキャットが本気出してきた。本気？うん。この手紙見て。おう。ニャッフル、キッドへ。お前たちは今夜死ぬことになるだろう。俺たちは狙った獲物をどこまでも追いかけ始末する。カートゥーンキャット。どうする？お父さん、カートゥーンキャット勝ちじゃん。これはまずいな。手紙が届いたということはもうこの家はバレてる。だからとりあえずここから逃げよう。キッド、荷物の準備をするんだ。分かった。ここまで来たらもう大丈夫かな。わからない。カートゥーンキャットは死ぬまでお父さんたちのことを追いかけてくる。これからどうする？お父さん、誰かに相談しようと思ったけど、その人たちも巻き込まれる可能性がある。だからこの問題はお父さんたちで解決しよう。そうだね。とりあえずキッドはこのテントに隠れてるんだ。お父さんはカートゥーンキャットと会ってなんとか交渉してくる。え、会いに行くの？ああ、逃げてても問題は解決しないだろ。でもお父さんが心配。大丈夫だキッド、お父さんに任せろ。絶対にキッドのことを守るから。カートゥーンキャット。おや、自ら会いに来るとは大した度胸じゃないか。お前を倒しに来たんだ。俺をタフだった？笑わせるんじゃない。君のことなんてその気になればイチコロだ。見た感じキッドはいないようだな。キッドの居場所を教えるんだ。その前にお前を倒してやる。まあそうしに急ぐな。キッドの居場所は絶対に教えない。そっか、なら交渉しよう。風船ステージに挑戦するんだ。そのステージをクリアできれば今回は逃してやろう。ただしクリアできなければキッドの居場所を教えろ。お前たち二人とも始末してやる。どうも皆さん、ムトです。ってことで今日はもう全部ムトが全部一人で実況していきたいと思うんですけども、ねえ、この特別なデスナーへようこそ。確かめねえ、聞き寄せてボッと書いてあるので頑張っていきたいと思います。ふっからの風船膨らましてからのジャンプ。まあ最初なんでね、そんなもんでしょう。次、驚くばかりレベルちゃんと寝てくださいって。わかりました。驚くばかりなんたらこうたら。さあ行くぞ。次は向こうですね、遠いところ。今度こそ皆さん、この右上のこの緑色の時間のところ見といてください。ミスったところ全部カットしとくんでよし、やってきた。さあ次、なんだこれは。結構今さらに、しかしあなたはスラロームをしなければならないでしょう。 What？ 12分にワープー、タタン。さあ行きたいと思います。武藤選手、おーっといい感じ。ここで封鎖落としてからの下入ってギリギリ入れた。さあそのまま進んでいきます。よし、いい感じで封鎖を離しました。さあ次は下に降りたいんですが、ここら辺で風船を膨らまして、おっしゃ、行きました。そして丸いところに着地。次は、さあもう冗談じゃない。以前に学んだことのおかげであなたは続けることができるでしょう。幸運を。おお、日本語になってますね今回の文章は。さあ行くぞ。ほう、今回は風船じゃなくて普通に飛んでいく感じかな。まあ余裕ですね、余裕です。はい、ああこっから風船ってことか。さあ行くぞ。ほ、ここついて着地したから、次多分上かな、上でしょう。さあ武藤選手飛んだー。飛んでから風船を膨らましたが、んー、登れなかった。やばいぞこれ、どうすると。おっと、向こうに矢印がある。まさかのこの矢印に入る感じですか。だと思いますね。ってことは結果的に近道になりました。イエーイ。私はどこ、ここは誰、
そういうことか、理解したぞ。なるほどな。いやー、まあ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 、今回はいけるでしょう。いや、このステージ絶対にクリアせんと、キッドとニャッスルがやばいからな。さあ行くぞ、膨らましてからの、ほう！ナイス！自分！ニャッスルじゃなくて自分！よし、いいぞ。さあ次は何だ？なんだろうね。クッキーマンはいません。おー、なるほどね。あの中に風船で行く感じか。49分になりました。スタートしてこのアスレチック、なんとしてでもこれでクリアしたい。マジでここ手こずっとんやって、ほんまに。膨らまして離す。あんまりな、膨らまし続けて噛みました。もうめんどくさいので言いません。いいぞ。あと2個か、風船。さあうまいことこういう風にかいくぐりながらの、よし、やっといけた。さあ、あそこにさっき届かんかったよな。まあカットしてると思うけど、今度こそ。ほっ、まあでも風船1個あるからな、余裕ですよね今回は。 OK。 いやマジで長かった、ほんまに。皆さん褒めてください、拍手は。さあ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 、まっすぐ進む方向少し遠いですが、そこに着きます。なるほど。と言いつつも何回目かのあれですよ、あのチャレンジですよ。さあここにしっかりと着地する。 OK。 でこっからさっきジャンプして向こうに行っとる時に落ちてしまったから、今回こそは落ちないように行きたいところです。武藤選手、さあ行くぞ、ゴー。お、よし、いいよいいよ、落ち着いて。お、足がちょっとタジタジしてますよ。でも大丈夫です、落ち着いていきます。いいねいいね、ジャンプ、ナイスナイスツール、にゃ。よし、最後ここ落ちんかったらクリアやな。ほう、オッケー。さあ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 、9/10やから、これいったらもうクリアってことか。緊張しますね。皆さん、ついに分かりました、やり方が。さあ行きます。まずは降りてかがむ、そして風船を膨らましていくからの、飛ぶからの、入れ、よしよし、行けた。さあ次は、なんだこれ、なんかキラキラしてるけど一体何なんだ。とりあえず下に降りてみよう。さあ下には何があるんですか。おお、おめでとう、成功したら、ブル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 って書いてあります。とりあえずクリアらしいですね。ってことでニャッスルとキッドは無事カートゥーンキャットから逃れることができました。おめでとうございます。そしてここまで見てくれた皆さん、ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。絶対に見てね、バイバイ。